ラインにエギを結ぶだけで OK。 そんなシンプルな仕掛けで誰もが手軽にアオリイカを狙えることから、多くのアングラーに楽しまれているエギング。夏のアオリイカは活性が高く、エギへも果敢にアタックしてくる。暑ささえ克服できれば両肩の連続ヒットも可能な好シーズンとなっている。今回は山口県の蓋井島を舞台に、福岡市在住の前田裕也が夏エギングの魅力を解説する。今回のふわパラ九州 TV は山口県蓋井島のエギングをお届けしています。おはようございます。オーナーバリカルティバーフィールドテスターの前田です。今回は山口県にエギングで来ました。6月初旬なんで、もう春の大型のイカも落ち着いて、まあ、春というよりは初夏の釣り方になると思うんですけど、まあ、初夏といえば、まあ、2キロクラスの両型から、早生まれの500とか、数釣りができる時期でもあるので、まあ、エギングするには一番楽しい時期じゃないかと思うので、今日釣れてくれたらなと思います。頑張っていきたいと思います。じゃあ日も出てきて朝まずめいい時間なんで、今から釣り始めたいと思います。まず最初に、ドロフォ今年の新色ビーチスナイパー UV ブルーですね。大人気のカラーの、ピンククリア UV ブルーとアップルマンゴーが合わさったカラーになってて、まあ、ハイアピールなカラーなので、朝一活性が高いのを取っていきたいと思います。全体的にシャローで藻場になっているので、朝一なんでそこまでは沈めず、上から 2,3 メーター沈めたところで、まあ、上に浮いている硬活性のやつから取っていきたいと思います。無風ベタナギというエギングには絶好のコンディションとなったこの日、早めに結果を出したいところだが、果たして。あ、もう触った、来ました。前田、なんと1投目からヒット。ナイス。100、200ぐらいの秋サイズなんですけど、はい、朝一1投目ですね。活性の高い個体を狙ってたので、あまりそこまで沈めず、上から 2,3 メートルのとこを表層しゃくる感じで来ました。なんかちょくちょく触ってたんですけど、やっぱ朝一活性の高い個体がいたのか、すんなり抱いてくれました。サイズはね、可愛いサイズなんですけど、まあ、まだ大型いると思うので、それを狙っていきたいと思います。今のはですね、しゃくった後ホール中にちょっと触ってたんですけど、なかなか抱いてくれない感じだったんですよね。なのでちょっと、フリーホールかテンションホールに変えて、ふーっとラインを持っていくあたりでした。まあ、サイズは小さかったんですけど、釣れてくれました。まだ潮は全然動いてないんですけど、やっぱ朝一活性が高いのがいるんでしょうね。そうですね、ちゃんとブラインドでライン見て釣ったんで、まあ、こういう見て釣る釣りも楽しいんですけど、ラインでしっかり、なんていうんですかね、当たりを取って釣る釣りがエギングの醍醐味だと思います。潮ダルダルで全然動いてないですね。やっぱ潮の動き出しに食ってくると思うんで、まあ、もうちょっと日が昇ったタイミングとか光量のタイミングもあると思うんで、まあ、そういう時丁寧に狙っていきたいと思います。全体的にシャローなんですけど、こっち結構、こっち側に比べて浅くなってるんで、まあ、夜入ってきた個体がいるなら朝一ここに溜まってるかなと思うんで、こっち側も狙っていきます。エギを回収する時なんですけど、もうエギが見えたからって言って回収するんじゃなくて、しっかり足元までエギを寄せてやったらですね、
もしかしたら後ろからついてきてるイカがいるかもしれないので、そういうのもしっかり丁寧に狙ったら取っていけると思うんで。今足元にちっちゃいんですけど見えてる個体がいるんで、まあ、サイトで反応するかなと思って狙ってみます。反応はするんですけどちょっと近づいては離れるって感じですね。どっか見えなくなりましたね。こっちがだいぶ浅いですね。もう 2,3 メートルぐらいしかないんじゃないですかね、こっちは。ただもうしっかり砂地で藻も生えてて、まあ、いかにもイカの産卵場って感じですね。アサマズメのチャンスタイム。前田はこまめに移動を繰り返しながら広範囲に釣り場を探っていく。さっき一杯釣れて、何頭か投げたんですけど反応がなくなってきたんで営業変えたいと思います。これも今年のドローフォー新色ブラウン UV ジラフですね。ジラフ柄になってて、ちょっと見た目地味な感じなんですけど、お腹のとこと横に線が入ったりとかして、どの角度から見てもイカから違うように見えるんで、アピールしてくれるいいエギです。そうですね、もう結構切れ藻もあって抜けてきてはいるんですけど、それでもびっしり藻が生えてるんで、イカの産卵場になってると思います。絶対産卵に絡むような1キロ2キロの個体もいると思うんで、それが釣れてくれたらなって感じですね。ベイトも見える範囲では結構入ってますね。ちょっと赤潮が気になるところですけど、そこまでひどくはないんでさほど影響ないかなって感じですね。朝いっぱい連れてきてくれたんで連発期待してたんですけど、全然潮が動いてないですね。湖でやってるみたいですね。満潮が8時ぐらいだったんで、もしかしたら下げ始めとかに食ってくれるのかなって感じですね。まあ、今潮動いてないんですけど、絶対その中でも食ってくるやつはいると思うんで、しっかり丁寧に狙っていきたいと思います。潮動いてないんですけど、こういう時に限って油断しててでかいのが来る時あるんで、まあしっかりライン見て狙っていきます。潮の動きが悪い中、辛抱強く狙い続けていると、来ました。今ずっと沖の方からエギを寄せてきてて、でまあエギに後ろからついてきてたんでサイトで釣れましたね。またこれも可愛いサイズなんですけど、釣れてくれてよかったですね。はい、2杯目釣れてくれました。エギはドローフォー 3.5 号のブラウン UV ジラフですね。沖の方からずっと探ってきてて、で反応なくて、まあゆっくり足元寄せてたら後ろからスーッとイカが出てきたんで、まあ、サイトで釣れたイカですね。まあなんていうんですかね、年中ですけど、もうエギが見えたからといってすぐに回収するんじゃなくて、まあしっかり足元まで寄せて、でまあ周りにイカがいないか見てから回収するのがいいですね。絶対ついてきてる個体っていると思うんで、そういうのも丁寧に狙ったら、まあ釣れるイカが増えてくると思うので、皆さんもしてみてください。釣りスタートからわずか30分で小型ながらも2杯のアオリイカを手にした前田。後半戦さらなるサイズアップにご期待ください。今回のルアパラ九州 TV は山口県蓋井島のエギングをお届けしています。
2杯目は沖からずっとしゃくってきてたんですけど反応がなくて、まあ、回収しようかなって思ってゆっくり巻いた時に後ろからスーって出てきたんで、まあ、サイトで釣りました。やっぱりどの季節も丁寧に探ってしっかり足元までエギを見てから、まあ、イカがついてないか確認して釣ることが大事だと思います。この時期だったらですねやっぱり1キロとかの個体もサイトで釣れることあるんで、まあ、そういうのもしっかり狙っていくべきだと思います。まあね、小型のサイズが2つ釣れたんですけどやっぱこの時期らしい親イカ1キロ越すのを釣りたいですね。まだまだ潮は動いてないですね。すでに2杯のアオリイカを手にし次なる目標はサイズアップのみ。集中力を高める前田。来ました。ちょっとサイズアップですね。もしかしたらキロぐらいあるかもっす。水面に姿を見せたのはナイスサイズのアオリイカ。来ました。はい、来ました。サイズアップですね。ドロフォー 3.5 号ブラウン UV ジュラフですね。沖の方から探ってて手前に来た時になんかコツンで触ったのがあったんですけどなかなか乗ってくれなくてその後も丁寧に、まあ、ショートピッチでしゃくった後テンションホールでちょっと、ライン引っ張っていったので合わせを入れたら来てくれました。まあ、多分1キロちょっとぐらいあるんじゃないですかね。無事サイズアップできてよかったです。今6月のエギングなんですけどこういう小型の個体から1キロ2キロ越す個体がいてで水温も高くなって安定してるので、まあ、こういうのが数釣れるのでエギングやるなら今とてもおすすめな時期です。またサイズアップ狙って頑張っていきたいと思います。はい、さっきサイズアップで1キロ超えるイカ釣れたのでまたサイズアップ狙っていきたいと思います。まあ、よく言えば2キロ釣ってみたいと思います。で、エギカラーチェンジなんですけどこれも今年の新色、ドローフォー 3.5 号のブラックシャドウトライアド UV になっています。下地がちょっと赤っぽい感じになってて、まあ、デイでも十分釣れるんですけど、ナイトとかマズメ時でも使えるエギだと思います。これで釣っていきたいと思います。さっき釣れたキロオーバーもなんですけど沖の方では抱いてこなくてですね、手前に寄せてきてる時にちょっと触ったんで、まあ、足元で食った感じですね。立ち位置から 4,5 メートル前ですかね。まあ、やっぱり、大雑把にエギを操作するんじゃなくて足元までしっかり丁寧にエギを動かすとこうやって個体拾えてくるんで、まあ、心がけていきたいと思います。サイズアップの期待を込めてキャストを繰り返す前田だがなかなか後が続かない。そこで見回りの船が来たタイミングで釣り場を移動してみることに。背代わりして次のポイントに行きました。結構こっちポイント来たんですけどベイトもいてですね潮もまあ動いてるような感じだったんで、まあ移動したばっかりなんで活性の高い個体がいれば狙っていきたいと思います。こっちの方がさっきに比べて水深はありますね。10メートル前後あると思います。今潮は左にゆっくり流れていってるんですけどちょっと風が潮と反対でやりにくい状況ですね。ここすぐ手前からブレイクになってるんで、まあ、足元まで寄せてきてそのブレイク周りもしっかり狙っていきたいと思います。ここも藻は生えてるみたいなんですけど、まあ、どっちかといったら産卵場というよりもイカが回遊して捕食するところなのかなって感じですね。潮通しも良くて、まあ、ベイトもたくさんいるんで、あとなんかこんなポイントなら見えてるイカとかいてもおかしくなさそうなんですけどね。
ベイトが多く潮通しは抜群。いかにもアオリイカの回遊が見られそうなポイントだが、予想に反してなかなか当たりが出ない。さあどうする前田。ちょっとイカ狙ってるんですけど、潮も全然動いてなくてですね、釣れない時間が長いんで、そういう時僕虫ヘッド使って、寝魚釣って遊ぶんですけど、さっき釣ったイカのゲソとかを釣ればですね、簡単に寝魚釣れてで、楽しめるんで、まあずっとエギングして集中力持たないと思うんで、時々こういうの挟んだりしてから楽しんでます。虫ヘッドですけど、もう普通のジグヘッドみたいになってるんで、まあイカゲソ引いてつけるだけですね。であともう投げた、そこに沈めたら寝魚が食ってきてくれるんで、まあ、ずっとエギングするのも集中力持たないんでですね、こういうのをして、まあ、集中力を高めるようにしてます。キャストしたらそこまで沈めて、あとはもうちょんちょんちょんって誘ってたら食ってきます。で普通のワームと違って、なんていうんですかね、生の餌なんで、ただ着底してるだけでも結構食ってくることがあります。と餌持ちがいいのでですね、もう1匹釣れたら交換って感じでもなくて何回も使えるんで、エギングの合間によく僕は楽しんでます。早速前田にヒット。何が上がってくるのかわからないのがこの釣りの楽しさだが、果たして。虫ヘッドで釣れてました。これなんですかね、アナハゼ。これ可愛いサイズなんですぐリリースしたいと思います。続けて狙っていると、今当たってます。来た。お、釣れました。サイズはね可愛いんですけど、赤旗ですね。イカのゲソ本当に何でもよく食べてくれるんで、魚はまあエギングの合間にこういうのも楽しいですね。さらに続けて来ました。またこれも多分寝魚じゃないかな、違うか。はい、釣れてくれました。次はベラですね。ベラも、イカゲソ餌にしたらよく釣れてくれる魚です。まあバッグの中に虫ヘッド入れておけばですね、イカが釣れた時とかこういう潮止まりの時、まあ、こうやって楽しめるんで、皆さんもいかがでしょうか。さっきも寝魚釣って楽しんで気分転換もできたんで、またエギング集中して頑張っていきたいと思います。最後にまた1キロぐらいのが取れればいいなと思います。僕が春から夏のイカ狙う時にですね、意識してることがあって、まあ一つは潮通しがいいことで、もう一つ地形変化、下りだったりブレイクだったりがあることと、まあ藻場が隣接していることで、もう一つはシャローがあることを意識してポイント選びしてます。シャローのイカってもうやる気があることが多いんで、まあいれば一発で食ってくるやつもいるし、まあ群れが溜まってれば何倍も釣れることもあるので、そういうとこ意識してポイント選びしてます。この後も時間の許す限りキャストを続けたものの、残念ながらアオリイカを追加することはできないままに終了の時間を迎えた。お疲れ様でした。朝一出だしよく2杯小さいのが釣れて、その後キロが釣れたんですけど、ちょっとその後難しい時間が続いて、結局その3杯で終わってしまいました。まあでも結果的にですね、まあ、釣れてエギングもですけど魚も釣れて楽しめたかなとは思います。これからどんどん暑くなってくるんですけど、まだまだイカ狙えるので、まあ、夏場とかも全然キロアップ釣れるので、皆さんも行かれてみてはいかがでしょうか。今日一日お疲れ様でした。
漁港は漁師さんの仕事場、迷惑行為はやめよう、マナーも腕の内。